中の橋中の橋とは、福岡県北九州市を流れる二級河川、紫川に架かる橋の一つである。1992年5月に完成した、通称、太陽の橋。長さ、79.2メートル、福音、36.0から43.0メートル。紫川マイタウンマイリバー整備事業に基づき、北九州市都心部の交通量に対応するため、 車道の幅を広げることを目的に架け替えられた橋である。小倉北区場内の北九州市役所、勝山公園と馬車区、魚町を結ぶ、小文字通りの一部である。紫川に架か,かる他の9つの橋とともに、順次新設、架け替えが行われ、下流から順に、海の橋、火の橋、木の橋、石の橋、水潮の橋、太陽の橋、鉄の橋、 風の橋、ガツの橋、音の橋の自然をテーマとした愛称が付けられ、名前のテーマに沿ったデザインや機能が盛り込まれている。下流側の歩道に、ひまわりが、モザイクで描かれている。上空から見ると、ひまわりが橋の中央部に向かって縦長になっているが、これは、橋のアーチを利用して、橋のたもとから見て、ひまわりの花が円形に見えるようにデザインされているためである。 また、車道寄りの歩道には、福田修行作のオブジェ、宇宙必要性の星が立っている。頭部が、筒状のものになっている人間のような7体のオブジェで、周分と春分の前後のある時間帯になると、太陽光の影が、ひまわりの花と茎、葉の形になるように設計されている。頭部の形状から、マカロニ星人、ペンネ人形、ちくわ等などと呼ばれるという、ありがとうございます。